高松琴平電気鉄道琴平線。琴平線は、香川県高松市の高松筑港駅と香川県、中田戸郡琴平町の琴電琴平駅とを結ぶ、高松琴平電気鉄道、琴電の鉄道路線。琴電三線の中では当線が、線路規格、輸送量、路線長のすべてにおいて長次、いわば本線格の路線である。 このうち高松筑港河原町間は実行線とも呼ばれている。ラインカラーは黄色。かつては緑色で、1070型が、車体前面に掲げる行き先表示板では、現在も緑色地のものが用いられている。当線は、高松琴平電気鉄道の前身の一つである、琴平電鉄により、琴平宮三 k 路線の一つとして1926年に開業した。一時、 琴平へは、高松、堺で、多ド津から、国有鉄道、琴平電鉄、琴平山三宮電鉄、琴平急行電鉄の4、事業者が、鉄軌道路線を伸ばしていたが、国有鉄道の後ろ身の四国旅客鉄道、JR 四国土産線とこの路線だけが残っている。高松筑港河原町間では、国道30号、河原町、普通西山間は、国道11号、 国道193号、円座こと玄こと平間は国道32号が並行する。現在伏線化されているのは高松地港、栗林公園間のみだが、一宮ま山では伏線用の用地が確保されている。ただし、2006年7月に開業した空港通り駅はその伏線用の用地上に建設された。2007年12月9日には、 国道11号高松東道路付近の高架橋が完成したが、この高架橋も当面は単線で強用されるものの伏線仕様となっている。高松市が整備の意向を示している、後日の新駅構想では、将来的に不正山駅まで、第一段階としては大田駅まで往復線化するとしている。歴史的経緯から、河原町駅に0キロポストがある。高松地港。 栗林公園館のうち、高松筑港からの 2.6km については1998年に、香川県が連続立体交差事業の都市計画を決定したが、その後のことでの民事再生法適用や、県財政の悪化により、2005年に事業の一時休止が決定された。香川県は、検討委員会を設置して、対応の協議を行い、 検討委員会は2009年5月に当初、予定通りの高架化、国道11号以北のみへの縮小、さぬき浜街道の東部の道路側の高架化の3案を、答申した。事業認可は2010年度末で執行するため、県はそれまでに中止も含めた決定を求められることになった。香川県知事、真部武則は2009年10月6日の県議会、定例本会議で、 現状で再開のめどが立たず来年度末までの事業認可期間の延長も非常に困難と述べて事業の中止に向け対抗を示し10月24日に県の公共事業再評価委員会に事業中止を諮問した委員会は2010年1月8日に事業中止を答申しこれに基づき学べは2月25日の県議会で計画の中止を正式に表明したただし 将来の事業再開や変更に備えて都市計画決定自体は存続させる見通しと報じられている。これとは別に2007年に就任した高松市長、大西秀とは LRT の導入に前向きな姿勢を示し、2008年より総合都市交通戦略検討会議を設置し、琴平線への LRT の導入を軸とした案の検討を行っていい。琴電側は、 投資効果等を理由に慎重な姿勢を示している。ことひらぐ参拝者輸送の前世紀の1958年より、休行、コンピラ号が設定されていた。参拝者の多くが観光バスや、自家用車に移り、1967年3月、限りで休行は廃止され、地域輸送主体に変わった。その後も、準急、高松筑港岡本間の各駅と立つのみや、 こと琴,琴平ことひらに、停車が存在したが1991年3月16日のダイヤ改正で廃止され、現在は普通列車のみの運転である。筑工線と呼ばれる高松筑工河原町には、長尾線の列車も乗り入れており、長尾線の車両でこの区間のみを走る列車も、設定されている。客扱いは行わないものの、入出庫などの関係で、河原町、仏生三間で、 長尾線の車両が走ることがある。昼間時間帯では、高松築港一宮間が15分間隔、一宮琴平間が30分間隔で運転されている。平日の朝夕ラッシュ時では、一宮駅折り返し列車が、立野宮まで延長される。さらに朝ラッシュ時は、高松築港一宮間の運転本数が、増え最短7分30秒間隔になる。また、 早朝、夜間には、富津田資料所への車両の入出庫の関係から、辰宮、富津三間の区間列車も設定されている。なお、高松地高河原町においては、長尾線の乗り入れ列車を含めて、昼間時間帯は、毎時7本、朝ラッシュ時には、最大13本運転されている。編成量数は2両が基本で、ラッシュ時には、ほとんどの列車が4両となる。 なお過去には、河原町、仏生山で5両編成列車が運転されていた。増結、開放の時間を短縮するために、ブレーキ、電気等の接続は行わず、前側3両と、後ろ側2両にそれぞれ運転士が乗務して、汽笛やブザーの音に合わせて、協調運転を行うというものであった。1991年3月16日のダイヤ改正で廃止された。 改装も含めた全列車に車掌が乗務し、生産や車内補充券、パンチによる穴開け式の発売、以下へチャージ、無人駅での収札、車内放送などを行う。2010年12月18日に行われたダイヤ改正で、不生産始発の13分繰り上げ、不生産高松築港、こと琴こと平駅終電の30分繰り下げ、高松築港こと琴こと平。 一宮駅終電の15分繰り下げ、高松地区公一宮、河原町駅での接続の改善がなされた。開業前には、全線にわたって、琴平街道沿いのルートを取る計画であったが、富生産地区の誘致運動から、富生産を経由するルートに変更された。また、開業に際しては、幹部が関西の阪急、阪神、南海の視察を行った。この結果、 当初より1500ボルト電化で、当時の関西大手手鉄と遜色ない設備を持って建設され、さぬきの阪急の異名もとった。仏生山一宮間の国道193号、空港通り、寺井高架橋直下に空港通り駅が2006年7月29日に開業した。ことでとしては、長尾線、学園通り駅以来4年ぶり。 琴平線では三条駅以来50年ぶりの新駅である。東立宮間のイオンモール、綾川近くに、綾川駅が2013年12月15日に開業した。駅設置の事業主体は、県や市長が構成する琴電活性化協議会で、駅前広場など、周辺整備を綾川町が行う。岡本和志が丘間で、旧国分寺町。 現在は高松市を通っていたが、通過する区間は、わずか400メートルほどで駅はなかった。三条駅、大田駅間の国道11号高松東、道路、さぬき梅街道との交差地点付近と、大田駅、仏生産駅間の香川県道147号、大高見町市戸線バイパスとの交差地点付近に、それぞれ新駅を建設する構想が、 2019年4月現在、2両編成の旅客車、20編成、40両が所属しており、全車両が冷房車である。ことバスにもかつては、ことひら線という路線があった。本来のことひら街道を走る路線で、岡本駅以南では本路線と完全に並行していた。河原町を通らないという特徴もあった。末期には1日3往復運転していた。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。